上杉神社に立つ銅像江戸時代中期から昭和時代までの上杉氏系図。上杉王山、上杉春典は江戸時代中期の大名。では国米沢藩九代藩主。三内上杉家二十五代当主。領地返上寸前の米沢藩再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君として知られている。意味名はじめ将校、後に春則であるが、 藩主隠居後の豪である陽山の方が著名である。米沢藩を建て直した、際の根本方針の精神となった、次女、教女、皇女の三助で知られる。日向国高鍋藩六代藩主は木月種実の次男で、母は、筑前国秋月藩四代藩主、黒田長篠の娘、春姫。母方の祖母の豊姫が、米沢藩四代藩主。 上杉綱則の娘である。このことが縁で、十歳で、米沢藩八代藩主、重貞の養子となる。兄弟のうち、兄、秋月種重は、高鍋藩主を継いだ。弟のうちで他に大名となった者に、人吉藩主、相良明長がおり、春則と同様に幼くして、相良家に養子に入った者の、創生した。性質は、重貞の娘、吉姫。 側室のお豊の方との間に、長男、秋高と、次男、広幸助で溶接の二人の子がいる。上杉家において、女系の血統に基づく相続は、先例があり、綱則は三代半室な価値の妹、風刺の子であったし、初代半主継承からして、半祖謙信の姉、戦闘員の子であった。ただし、 重貞は春典を養子に迎えた年から10年余りの間に、勝博勝井、勝貞、提供の4人の男子を設けており、次男の勝井が春典の後を継いで重大藩主となった。また、重貞の男子が生まれる以前にも、上杉家に男子がいなかったわけではなく、綱典の4男、勝天音に始まる市販米沢新伝藩の分家もあり、 かつ天音の息子の勝チや勝色がいた。勝チは、重貞の養子の候補にもなっていた。寛園4年7月20日、日向高鍋藩主は月きたの次男として、高鍋藩へ戸藩邸で生まれる。陽名は松三郎。実母が早くに亡くなったことから一時、祖母の随やカルインの手元に引き取られ養育された。宝暦九年、この時点で、まだ男子のなかったシゲに、 我が孫ながら、なかなかに賢いと、吉姫の婿養子として、縁組を勧めたのが、随明るいんである。法歴十年、米沢藩主、上杉重定の養子師となって、桜田の米沢藩邸に移り、自家松に改名する。法歴十三年により、終わり国出身の折衷学者、細井平衆を学問の師と仰ぎ、明和三年に元服、将校と称す。また、 生死不役は、高坂立脇と、縦沼平太が務める。江戸幕府十大将軍、徳川家春の返旗を受け、春のと改名する。明は四年に家督を継ぐ。上杉家は、十八世紀中頃には、釈材が二十万両に累積する一方、国高が十五万国でありながら初代藩主継承の遺構に縛られ、合図百二十万国時代の家臣団六千人を召し、 放つことをほぼせず、家臣も上杉家へ仕えることを誇りとして離れず、このため他藩とは比較にならないほど人口に占める家臣の割合が高かった。そのため、人権費だけでも犯罪性に深刻な負担を与えていた。深刻な財政難は江戸の町人にも知られており、といった洒落講談が流行っていたほどである。加えて、農村の疲弊や、 法歴3年の管理事武神による出費、法歴5年の洪水による被害が犯罪性を直撃した。名家の誇りを重んずるゆえ、豪奢な生活を改められなかった前藩主、重貞は、藩領を返上して、領民救済は抗議に委ねようと本気で考えた、ほどであった。新藩主に就任した春のりは、 民生化で産業に明るい竹の又正綱や財政に、明るい野崎き吉正を徴用し、仙台任命のカローラと厳しく対立した。また、それまでの藩主では1500両であった江戸仕切り量を209両、あまりに減額し、屋女中を50人から9人に減らすなどの契約を行った。ところが、そのため爆心への運動費が捻出できず、その結果明は六年に、 江戸城西丸の不審手伝いを命じられ、多額の出費が生じて、再生は遅れた。天明年間には、天明の大基金で、東北地方を中心に合死者が多発していたが、春のは、非常食の普及や、藩士、農民へ倹約の奨励など対策に努め、自らも粥を食して、倹約を行った。また、総祖父つなが創設し、後に閉鎖された。 学問書、藩校、工場官として、細井兵衆、人没な中によって再興させ、藩士、農民など身分を問わず学問を学ばせた。安永2年6月27日、改革に反対する藩の重役が、改革中止と改革推進の竹のまたま札那派の悲面を合訴し、七夜騒動が勃発したが、これを退けた。これらの施策と採決で、 破綻寸前の犯罪生は立ち直り、次々代の成里貞時代に仮祭を完祭した。天明五年に家徳を全藩主、重貞の実施で、春のりが養子としていた春広に譲って隠居するが、聖居まで後継藩主を貢献し、藩政を実質指導した。隠居すると、はじめは、重貞隠居所の快楽館に、後に、米沢城三ノ丸に建設された三加住館が、 完成するとそちらに移る。今日は2年、提発し、溶山と合す。この合は、米沢半寮北部にあった白溶山から取ったと、言われる。文政5年3月11日の早朝に、疲労と老衰のために睡眠中に死去した。去年72。法名は、玄徳院伝西王文信大古事。墓所は、米沢四五病の上杉家病所。 はじめ、上杉神社に、半祖献身と共に祭神として祀られたが、明治三十五年に設けられた、拙者松三崎神社に移され、現在に至る。伝国の字は、陽山が、直藩主、春広に家督を譲る際に申し渡した、三条からなる、藩主としての心得である。以下が医薬である。伝国の字は、上杉家の明治の藩赤奉還に至るまで、 代々の家徳相続時に相続者に家訓として伝承された。養山による忠広道の変学なせばなる、なさねばならぬなる号を、ならぬと捨て鶴人の儚き武田信玄の名言を模範にしたもの。安永6年12月6日、米沢成光の遠山村の秀代という老婆が、突ぎ先の娘に宛てて書いた手紙が残っている。老婆の手紙と、旅ある日、 干した稲束の取り入れ作業中に、夕立が降りそうで、手が足りず困っていたが、通りかかった、武士二人が手伝ってくれた。取り入れの手伝いには、お礼として、借り上げ餅を配るのが慣例であった。そこで、餅を持ってお礼に伺いたいと武士たちに言ったところ、殿様お屋敷の北門にというのである。お礼の福田餅を三十三個持って伺ってみると、 通された先にいたのは藩主であった。お侍どころか、お殿様であったので、腰が抜けるばかりに玉毛果てた上に、褒美に銀5枚まで授けられた。その御恩を忘れず記念とするために、家族や孫たちに特製の旅を送ることにしたのである。なお、東米とは、野豪と推定されている。講談、水戸公門万有機のように、 お忍びの殿様が庶民を手助けする話はよく語られるが、こうした実例が示されることは他にないであろう。遠山村では安永元年より、春のが赤殿の礼を行っていた。これは古代中国の修大に君主が行った、自ら田畑を耕すことで、領土領民に農業振興を教えとし、収穫を祖先に捧げて、加護を祈る儀礼で。 呪学の教えにのっとったものである。四端の石田で収穫された米は、謙信高未堂と白子神社、城内春日神社に奉納され、残りは下級物資に配給された。これは歴代藩主に受け継がれた。この手紙の逸話については、野崎義正の記録に該当すると思われる記述がある。手紙は、現在、米沢市宮坂考古館にて所蔵。 展示されている。ほぼカタカナで書かれ、現代人にも容易に読むことができる。当時の式字自律、処方の一例としても興味深い。溶山存命中の反省改革は、重貞の長身で、先制的な森平右衛門を粛清した、竹のまた綱をリーダーとして、産業振興に重きを置いた、前期の改革と前期の改革後の隠居から復帰した。 野崎義よをリーダーとして、財政支出半減と産業振興を図った、関三の改革と呼ばれる後期の改革に対別される。米沢藩では、法歴の基金において、多数の領民ががし、あるいは逃亡し、法歴3年からの7年間に9699人の人口減少を経験している。溶山の地勢において起きた、天命の大基金においては、 天命3年からの7年間に4695人の人口減少に食い止めており、溶山の改革は実行を上げていたことがわかる。ただし、改革のおかげで基金の時も合資者が、藩内から出なかったという評判は、明らかに誇張である。溶山の推奨したうこぎの柿根は現在でも、利用されている。若葉は、苦味があるが高温の湯や油で調理して食べられる。 根の皮は、ウコギ皮という滋養競争材になる。日本で最も古く交渉制度の廃止にも取り組んだ。これは、溶山の愛の知性の方針に基づき、完成7年交渉廃止の法令を出した。交渉を廃止すれば、浴場の吐け口がなくなり、もっと凶悪な方法で社会の純潔が脅かされるという反論もあったが、洋山は、浴場が交渉によって沈められるならば、 交渉はいくらあっても足りない。都市、廃止しても何の不都合も生じなかったという。洋山による米沢藩の反省は、在名中から日本全国のおおよそ280藩の中でも模範として幕府から商用されていた、と小説家の綱淵健城は述べている。特に関西の改革の主導者であった老中、松平定信からは高く評価され、 白川藩主時代の貞信から洋山の特性を称える手紙を受け取っている。貞信は後に洋山の不法を告げられた際、三百諸公第一の剣君が亡くなられたと言って、その死を悼んだ。明治以降、洋山は終身の教科書で数多く取り上げられた。また、内村勘蔵が海外向けの日本人論として英語で表した。 代表的日本人でも、溶山の生涯が紹介された。2007年に、読売新聞が、日本の自治体首長に対して行ったアンケートでも、理想のリーダーとして、上杉鷹山が1位に挙げられている。第35代アメリカ合衆国大統領に、ジョン F ケネディが1961年に就任した、際に、日本の記者団に、 日本で一番尊敬する人物を聞かれたと、きすぐに、溶山の名前を挙げたという逸話がある。1975年に、綱淵健城と歴史家の奈良本達也を迎えて、放送された、NHK の歴史番組、日本史探訪が紹介している。それによると、ケネディは、代表的日本人により、溶山を知り、政治家の理想像を見たのだとしている。ただし、 この逸話の真偽は不明である。米沢の歴史を研究する小野栄は、ケネディが、上杉鷹山を尊敬していると述べたというのは、誤りで、鷹山を尊敬していると述べたのは、第26代大統領セオドアルーズベルトであり、彼が鷹山を知ったのは、ニトベイナゾーが英文で出版した、武士道を読んだからだと述べている。ジョニー・ケネディの長女で、 中日アメリカ合衆国大使を務めていたキャロライン・ケネディは山形県や米沢市の要請に応じて2014年9月に米沢市を訪れ父親のケネディが養山を賞賛していたことに触れるスピーチをした。ありがとうございます。